前記事ちょっと前に記事あげたんですけど、これ今あの1セットあの190円の弦全然問題ないですよね。前使ってたのが1セット3000円ですからね。今その前はね1000いくらだったんですけど、いきなり3倍近くになっちゃって、でちょっとあのあまりにあのこのちょっともうちょっと大きくしてみようかな、弦が3セットついて590円、だから196円ぐらいなんですけど、毎回ねわけわかんないパッケージにピックがついてくんですよ。でそれは僕が使うピックだったらいいんですが、あんま使わないタイプのピックなんで、なんかそのピックがねこの先ずっと溜まっていくのかと思うとなんかあれなんで、1セット190円、3セットで590円のではなくてですね、1セット300円ぐらいのアリアプロの、弦にすることにしました。でまだ、この弦がね生きてるんで、今度のツアー、ギタリストで、ね、マイステージとかマイライブ、あの毎回ライブの時に変えるしてるんですけど、僕はあんまりあの弦ってあのフラットアンドってツルツルの昔使ってたんで半年ぐらい変えなかったりするんで、だちょっと今のはラウンドって言って、あの低音源がギザギザの方、あのフラットアンドってツルツルのはね高くなっちゃったんで、そのさっき言った3000みたいにあんま変わんないんで、それだとね半年だとちょっとね弦が死んでくるらしいんですけど、もうちょっと頻繁に変えようかなと思ってます。ただ僕はどちらかというと、あまりサスティンがない方が好きなんですね。サスティンっていうのは音がこうずっと伸びる、なぜかというとアンプを使うんで、結構今もちょっと使ってるんですけど、ありすぎちゃうとね不自然すぎるぐらい音が伸びちゃうんですよ。だからピアノでいうとサスティンペダル踏んでるみたいな、だからギターが弦がちょっと死んで、なんて言うんでしょう、こう、少しちょっと死んだ状況の方が僕は好きですけどね。梅雨なのでもう一曲、ジェントルレイン。
ー